こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はトラブルが起こった際ですね、eBay と Amazon では全く異なる解決方法が必要だというお話です。どうしてもね、日本から輸出するという、同じことをやるプラットフォームで eBay と Amazon を使ってるんでですね、eBay をやってる人は、同じだと、相手は人間だと思ってしまいますし、アマゾンをやってる方はまた同じようにですね、物を売るのは一緒だというふうに考えてしまうことが多いです。ところが、両方やってみて感じるのは、全く別なノウハウが必要です。極端に言うとですね、eBay は取引相手を見て取引すると。で、アマゾンはシステムを見て取引するというのが必要です。eBay でトラブルになった際はですね、もう取引相手と問題解決するのが基本です。サポーターにね、いくら私は正しいとか言ってみても、あんまり埒が明かないし、まずは取引相手と連絡して解決してくださいと言われます。逆に Amazon ではですね、取引相手と一生懸命連絡して取引相手が納得してくれても、システムでそれはダメだと判断されちゃった場合にはですね、取引相手が OK と言っても、逆にサポーターが OK と言ってもですね、問題は解決しないです。サポーターが OK とか取引相手が OK って言うとね、誤解を招くんですけど、Amazon の場合、そもそもシステムありきで仕組みができてますんで、取引相手とかサポーターは極端なこと言うとどうでもいいと、ね、システムを覆す権限は持ってないです。別にお客様では、神様ではないと、ね、Amazon のシステムが絶対とは言いませんけど、システム優先というので考えないといけないです。この辺がですね、eBay と Amazon 両方をやってる方は逆に陥りがちなミスなんで、それぞれね、対応方法を間違えないようにしてください。これなんでかというとですね、生い立ちが全然違います。軽く言うとですね、eBay というのは、この創業者のピエール・オミダヤがですね、興味のあることをやっていて、オークションの仕組みが欲しいということでね、始めた仕組みになってます。だから興味のあることを場を提供してやってただけなんで、初めから黒字だったと。ね。で、経営に関しては途中からプロを入れてるというのがあります。一方、アマゾンはですね、ペゾスが野望を達成する手段として作った会社と。もともとね、物を売る仕事をやってた方ではないですし、学校の専攻もですね、優秀な人間がいる物理学、プリストン大学の物理学といったらですね、それは優秀に違いないんですけど、そこじゃ勝てない生徒がいるということでね、電気工学およびコンピューターに志望変更しちゃったと。勝つことが重要で、別に興味は勝つことなんでしょうね、きっとね。で、そういうことなんで、ペゾスが良しとするシステムにのっとった運営をされてますんで、サポーターとかですね、顧客というのは、極端なことを言うと、ないがしろにされていると。出品者ももちろんですね。一方、eBay の方は取引相手、ね、取引相手との場を提供していると。これ、どっちがいい悪いじゃなくて、その取引でトラブルになったとき、あるいはトラブルにならないように、あるいは効率よく儲けるために必要なね、要素が違いますよというお話です。これね、eBay で Amazon みたくやっても儲かりませんし、Amazon で eBay のようにやっても儲からないというのを認識してですね、取引をしてもらえればと思います。じゃあ具体的にどんなトラブルでどうするのか。その辺はですね、実際に困ったことが起こったとき、何が来たんだかわかんないメールが来たときに、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。